はい、ということで、前回に引き続き、この標準テーマを使って、ページを作っていくお話をしていきたいと思います。で、前回は、ページを作ったところまでをお話ししたんですが、この固定ページがトップページに設定されているわけではなく、今はホームというページを一つ作りましたということで、このページをトップページとして設定をしていきたいと思います。はい。ということで、まず、カスタマイズ機能を開いてもらったら、ホームページ設定のところを見てもらうと、前々回のお話の時に、ホームのページを削除してしまったので、一回この会社概要の方に設定されてしまってますよ、ということで、こちらをホームに切り替えますと。はい、そうするとトップページがホームとして公開されますということで、この状態でカスタマイズページを公開してあげるとページが公開されますということですね。はい、これでトップページが前回作ったホームのページに設定されますということですね。ただ、この場合、ホームに設定したことで、というより、メニューに今作ったホームが設定されてないので、ここもカスタマイズページから設定をしていきますということで、カスタマイズのメニューを選択してあげたら、ヘッダーメニューですね、ここが一回消してしまったので一度削除しますと。で、項目を追加からホームのページを設定してあげるとトップページとして表示されますということですね。はい。ということで、このままだとトップページのホームが一番右の場所に来てしまうので、メニューを使って並び替えをしますということですね。はい。はい。ということで、これでホームのメニューが新しく追加されましたと。で、公開ボタンを押してあげると公開されますということですね。はい。これで一通り完成かなという感じがします。で、このままだと、前回作ったページの、このそれぞれのヘッダーの画像が結構くっついてる感じがするので、それぞれのページの行間を分けていきたいと思います。ということで、まず、ちょっと一つ仮のページを、仮のブロックを作っておきますと。で、下にずらしてあげますというのを、それぞれのこのセクションの部分に、作ってあげますということで、はい、このような感じでどんどん間に差し込んでいきますよと。はい、これでそれぞれのヘッダーの下に段落が入っていきましたということですね。一度更新ボタンを押して固定ページを表示で確認をしてみますということで、はい、このような感じになりましたということですね。で、あとはそれぞれのヘッダーの部分に合わせてメニューを作っていきますということで、それぞれのページに、それぞれのページ、それぞれのセクションに、まず見出しを入れていきますということで、ブロックを見出しに変えたら、まずここに見出しを入れていきますと。そうですね。画像を何か。夢中になれる。はい。で、例えばここに左右に分けるようなブロックを入れたい場合に、ここも新しいブロックを入れてあげたら便利なブロックがありますということで、この標準テーマにあるこのメディアと投稿のこのブロックですね、こちらを使ってみますということで、このアップロードされてる画像で、これが結構便利で、一回ちょっとどうなるか見てみますということで、はい、こんな感じになりますと。はい、まあ、これだけでもうすでにちょっとデザインチックな感じになってますよと
いうことを追って、ちょっと編集で書き換えてみますと。で、見出しを中央揃えにしておきますということで、全幅にして、中央揃え、はい。で、画像を置き換えますということで、なんか良さそうな画像があれば、それに置き換えますということで、うん、はい、ちょっと画像を差し替えてみますと、で、右側に見出しを入れますと、で、例えばここに詳細ボタンみたいなものを入れたい場合は、ここにブロックを入れていきますということで、はい、ここにブロックからボタンのブロックを入れたいので、はい。で、まあ、詳細はこちら。はい。ではちょっと色も設定していきますということで、黒に文字色白、はい、でこんな感じで入れていきますということで、一度更新して確認してみますと、はい、でこんな感じで間に入っていきますということですね。うん、そうですね、枠線はない方がいいかな。うん、はい、まあ、こんな感じで、あとは、まあ、例えばこれ複製して下にずらして、まあ、左右を入れ替えますと、で、そうですね、で、うん、入れてた方が見やすいかな。まあ、ちょっと入れて、とりあえず入れてみますということで。はい。あとは画像を変えていきますということで。
まあ、という感じで、コピーして、こちらもブロックを作っていきますということで、あとは作っていただいたら、はい、確認をしますということで、はい、このような感じでページができていきますということですね。これ、標準テーマでも結構いい感じにデザイン作れたりするので、ぜひ試しに作ってみていただければなというふうに思います。はい、ご参考いただければと思います。